加入前から声優を目指していた元 AKB48 の中谷さやかさん。歌唱力にも定評があった彼女、現在は一体どうされているのでしょうか。なんと、リリースしたソロシングルはピアノ版も人気のようですよ。また、前田敦子さんの同級生としても知られていましたが、卒業を機に嵐のファンであることも公言されました。目次、中谷さやか、現在は声優、歌唱力抜群で曲のピアノ版も人気。中谷さやか、前田敦子と同級生、中谷さやか、嵐のファン、中谷さやか、現在は声優、歌唱力抜群で曲のピアノ版も人気。中谷さやかさんは2013年3月2日に AKB48 を卒業されています。また同日付で所属事務所であるムーサとの契約も終了ということで、その後はフリーランス兼バイト生活を送っていたようですね。その間には、中慶出版より、非選抜だった私を救った48の言葉を出版されるなど独自の道を歩んでおられました。そして、2013年7月1日にはご自身のブログにて新事務所移籍のアナウンスがありました。岩手朝日テレビのドキュメンタリーを見てくださった方は、すでに知っていますよね。中谷さやか、新たに所属させていただく事務所が決まりました。アミュレートさんに今日からお世話になります。引用元、改めまして中谷さやか公式ブログ6、だがしかし、このアミュレートとは株式会社マージュのタレント事業部に位置するようで、これ自体が企業ではないようです。主に声優さんが所属されているようで、チキチキマシンモーレースでは、ケンケンとモンスター、実況を担当する上田洋次さんなどがいらっしゃいます。中谷さやかさんは、2014年にテレビ朝日系人気アニメ、ハピネスチャージプリキュアの主題歌、ハピネスチャージプリキュア、ワウでソロシングルデビューを飾りました。そして同年8月8日には、シワウェーブことリナというプリキュア役で同作品にて声優としての出演も発表されています。今回は17日放送の第28話、ハワイ上陸。アローハプリキュア登場のみの出演のようですが、中谷さやかさんは大喜びの模様です。プリキュアになることが目標の一つだったので、あの決め台詞を言ったときはとても感動しました。引用元、中谷さやか念願のプリキュア声優決め台詞に感動、吉田ひとみとゲスト出演。声優としてもプリキュアデビューを飾りましたが、特筆すべきはその主題歌で、なんとピアノ版も人気が高いようですね。ヤマハミュージックデータショップなどで購入することができるそうです。一度関わるとその人気ゆえ末の長いお付き合いができるプリキュアシリーズだけに、現在でも中谷さやかさんは同作のイベントに参加されているようです。2019年1月22日のブログでは、プリキュア15周年アニバーサリーライブ15ドリームカムトゥルー参加された時のことが綴られていました。どうやら AKB48 時代の待遇の違いに違和感よりもむしろ懐かしさを覚えたようです。なんだかですね、スタッフさんが至れり尽くせりすぎて、ありがたくて申し訳ない気持ちになりました。メイクも着替えのタイミングも確認、スタッフさん同士で共有、出番の前にもしっかり呼んでくださったり、逆に出番に対して自己責任だった昔が懐かしくなりました。笑。経験って大事。どの経験も全く無駄ではないですね。引用元、プリキュア15周年、中谷さやか公式ブログ。それだけ現在の中谷さやかさんが重要な役割を担っておられるということですね。中谷さやか、前田敦子と同級生、岩手県盛岡市出身の中谷さやかさんですが、両親が離婚し千葉に引っ越してきたそうです。
その中学時代、同級生が AKB48 のレジェンド前田敦子さんでした。お二人が通われたのは市川市立第7中学校です。公立ですので、お家が同じ通学区内だったのでしょう。しかも、ただ同じ中学校に通っていましたというわけではなく、一緒に同下校していたそうですから胸熱ですね。中谷さやかさんの AKB48 加入も前田敦子さんの影響というエピソードが紹介されていました。中学入学当初、よく登下校を共にした同級生のあっちゃんがアイドルグループに入ったというのだ。自分と同じく引っ込み思案のあっちゃんがアイドルになれたのなら、私にだってなれるかもしれない。そしてこれを足がかりに声優にそう思った中谷は、あっちゃんの所属するアイドルグループのオーディションを受けることにする。引用元、会社としてのレベルアップが必要なのだ。 AKB48 中谷さやか、非選抜アイドル。実は、中学時代は2度にわたる不登校をしていたという中谷さやかさん。その2度目は、夢であった声優を挫折したことが原因のようです。その後、久々に登校した際に、一緒に登下校していた前田敦子さんはアイドルになっていたようです。形は若干異なるものの、これも前田敦子さんがアイドルとして希望の光になったケースですね。しかし、他の同級生は中学1年生の時、前田敦子さんと中谷さやかさんのツーショットを毎日見ていたわけですか？ただ、記事を読む限り、当時からめちゃくちゃ可愛い2人組として有名だったわけではなさそうです。現在の活躍に、同窓会ではお二人の話題で持ちきりかもしれませんね。中谷さやか、嵐のファン、48グループのメンバーは、いくら署名といえどもジャニーズのファンであることを公言することははばかられていました。言えば、誇張された上で、はジャニオタで、という噂が出て、たちまち炎上を招いてしまいますしね。しかし、中谷さやかさんは卒業後、Twitter にて、好きなアーティストとして嵐を挙げておられます。また、小学校の時の思い出を嵐の楽曲から想起されています。シリウスがなぜ覚えられなかったのかは不明ですが、どうしても覚えられない単語などは誰しもあることでしょう。卒業後、こうした気を使わなくてよくなったのは少し気楽かもしれないですね。